キンプリヘイヤー仕様、熱血感の新米教師演じるドラマ、生徒が人生をやり直せる学校、で主演。アイドルグループ、キングプリンス、のヘイヤー仕様が、日本テレビ系チャリティー番組、24時間テレビ44思いから世界は、きっと変わる。内のドラマスペシャルに主演することが、2日分かった。タイトルは、生徒が人生をやり直せる学校、で、 平野が教師役に初挑戦します。グループとしてはメインパーソナリティを務める中、個人としてもドラマに出演することで、今年の24時間テレビの顔となることが期待されています。黒川幸子さんのルポルタージュ、県立。再チャレンジ高校生徒が人生をやり直せる学校。 講弾社を原作としたこのドラマは、1クラス分にあたる40人もの生徒が1年間で退学していく、低変更と呼ばれる県立高校を舞台に、現代の格差社会で生徒たちが抱える様々な問題に寄り添い、奮闘する教師たちの戦いを描きます。ドラマは新任体育教師の葛藤や成長とともに実話に基づいて展開されます。 平野が演じる主人公樹3層はじめはこの高校にやってきた新任教師。初めて見る生徒たちの荒れっぷりに戸惑いながらも、彼らが困った生徒ではなく家庭での困難な環境に傷つき、疲弊した困っている生徒だと理解します。その気持ちに寄り添い未来への希望をつなげることで、この高校を人生をやり直せる学校に変えようと立ち上がります。 熱血でポンコツな新人教師という役柄に挑戦する平野の黒髪姿にも注目です。また、教師役の教演陣も豪華な顔ぶれで、木山と同じ新卒で英語教師の岡部薫子役には若手女優の浜辺美奈美が起用されました。さらに、社会科教師役には北村祐貴祭、数学教師役には聖子京海、教頭役には伊藤秀明。 包丁役には国村俊といった実力派俳優たちが出演します。平野は浜辺美波と初めて教師役に挑戦することで、お互いに助け合いながら演じていくことを楽しみにしています。このドラマには、生徒役のキャストも後日発表される予定です。彼らも個々に魅力的なキャラクターを演じ、物語を盛り上げることでしょう。 平野は熱血でポンコツな新任教師と表現した木山先生を演じることについて生徒と心から向き合って視聴者の皆さんが見ていてほっこりと心温まる作品を作れたらと思いますとコメントしています。 彼は自身が学生の時にしっかりと向き合ってくれた担任教師の存在が自分自身の成長につながったと感じており、その経験と熱意をもとに木山先生を演じる意気込みを語っています。生徒が人生をやり直せる学校は教育の現場での奮闘や成長人とのつながりの大切さをテーマにした感動的なドラマとなるでしょう。 平野紫耀が初めて教師役に挑戦し、共演者たちと共に生徒たちの成長を描く姿に注目が集まります。8月21日の放送を楽しみに、彼らの活躍を応援しましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。